はいえー、皆様お待たせいたしました。楽しく稼げるスマート農業会議ということで、えー、毎月一度お届けをしております、えー、このオンラインライブ配信でございますけれども、えー、今月11月もですね、えー、素敵なゲストをお迎えをして、えー、農業様々な角度からですね、この将来の、えー 素晴らしい内容を、ね、いろいろお聞きをしていきたいなと、そして新しいビジネスをこの農業の世界でたくさん生まれていくようなです、ね、そういうお話をこの場ではできるといいなというふうに思っております。本日、進行を務めさせていただきますのは、宮崎県の新富町というところで、スマート農業推進協会という組織で活動しております、高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日はライブ配信でここのお話をです、ね、お届けをしております。この宮崎県新富町のです、ね、地域商社固有財団というところ、私もここの所属をしておるんですけれども、その Facebook のアカウントで,です、ね、このライブ配信をお届けをしております。 ライブ配信のページでは、コメント欄がございますので、そのコメント欄にですね、ぜひこれからここで行われる様々なお話をですね、お聞きになられた感想、そしてゲストの方、登壇者の方へのご質問等をですね、お気軽に記入をしていただければというふうに思っております。えー、皆様、あの、待ち遠しいかと思いますけれども、本日のゲストはですね、マイファームの西辻和馬さんです。非常にこの多岐にわたる事業を、お顔お、 出していただきました。ありがとうございます。<laughs> 大丈夫ですよあの。出ていただいて、ありがとうございます。<laughs> はい、あのせっかくないんで、今出てきていただいたので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、さまざまこう多岐にわたる授業の中から、どこに今日は焦点を絞ってお話をしようかということをねあの、つい先ほど裏側でもお話をさせていただいたわけですけれども、そうですね、あのいわゆるビジネス寄りの話ということよりも、 えまあこのコロナ禍にあって、ですねこの農業の世界がこう少しずつ私たちの暮らしの真ん中に戻ってきつつあるんじゃないかということを、えー、実は西路さんおっしゃっていらっしゃいまして、後ほどそのあたりをえたっぷりお聞きできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あよろししししくくおお願いいいますはい、でははで西津ちゃんには少しお待ちいただくとして 私の方から、ですねまずはこの宮崎県新富町の取り組み、そしてその取り組みの中心でですね今まで活動しておりますこの地域所詮小遊財団、それからスマート農業推進協会のお話を少しやらせていただきたいというふうに思います。 はい、毎月お話をさせていただいているので、少しはですね、あの浸透していくといいなというふうに思っておるんですけども、はい、あの会員企業を募集していますよということで、はい、私たちスマート農業推進協会というですね、えーまあ、組織を作りましてですね、こういった農業の将来をです、ね、みんなで一緒に作っていくための活動ということをやらせていただいております。後ほど紹介をいたしますけれども、 この持続可能な農業の実現をなんとかやっていきたいなということで全国のですね様々な非常に多様な企業の方々が会員企業としてなお連ねてくださっておりますそういった方々が一堂に会して今度12月にですねオンラインのライブイベントなども行うその予定も少しご紹介をしたいというふうに思います まずは宮崎県新富町のお話です。人口1万7000人、決してそんなに大きくはない町なんですが、この産業はですね、まさしくこの農業が中心であるということです。豊かなこの土地からですね、非常に多彩な農産物が今、 収穫ができている状況なんですけども、他の地域と同じようにですね、えー、まあ高齢化、担い手不足ということはですね、現実進んできていると。えー、私たちの町では、えー、そのため、まあ、様々な、えー、この解決手段というのを、えー、今、打ち手としてですね、えー、取っていっているところなんですけども、主にこのスマート農業ですね、えー、テクノロジーを現場に導入をしてですね、えー まあ少ない人手でも儲かる農業というのを実現ができるようなそういう仕掛けをですねこの町では中心的に取り組んでおりますでそのまあ象徴的な出来事というのが今年の4月になります新富町が発表したこちらの計画です実は今年ですね J リーグのクラブが一つこの新富町にホームスタジアムを建設をしてですね今ゲームをやってくれておるわけなんですけれども このスタジアムの周辺にですねスマート農業の拠点施設ができるという発表をですね、ね今年の4月に新富町が出しております。どんな施設かというとです、ね、でさまざまな企業の方が実験を取り組む場所をここに設けたりですとか、間、さまざまなモビリティが動いたりですとか、ドローンの実験だったりみたいなですねテクノロジーをここで活用するためのですね専用の場所ができるよという。 えそういうことが発表されておりますまあ、町ごととしてこういうことが計画が上がっていて実現に向かっているという例というのはま、全国的に見てもなかなか珍しいんじゃないかなというふうに思っておりますで、ここに今様々な企業の方々が連携をしてですね町と一緒にこの農業の新しいビジネスを作っていこうということでえ、参画を決めてくださっている方々が出てきていらっしゃいます 私たちはですね、農業に大きなビジネスチャンスがあるというふうに思っております。まあ、フードバリューチェーンの話はよくさせていただいていることでもありますけれども、そうですね、えー、生産現場は課題はいろいろあるというふうにもちろん言われているんですけれども、まあ、生産現場だけではない、例えばエンドユーザー、えー、小売りの市場はですね、もっともっと大きな市場があって、その市場にマッチする生産をやっていくみたいなこと、まあ、契約が培みたいなことも一つですが、そういったところ、まだまだやれるチャンスあるよねということを思っております。 他にも農業者の方の年齢、高齢化ばかりが言われているものもあると思いますけれども、やがてはこの若手中心、どちらかというと、収納してからまだ浅い人たちですね、浅いと言っても10年とか、そういうくらいになりますけれども、そういった方々がこの生産現場の中核になっていくということ、こういった構造が大きく変わっていくという節目にも今あるんじゃないかなということを思っています。 こういった背景を生かしてですね、今、この先んじて、テクノロジーを現場に導入をすることをですね、さまざまな企業の方、研究機関、教育機関の方と一緒にやっていこうということで、2019年にこのスマート農業推進協会というのを立ち上げました。産、ま、官、あ、学の連携ネットワークだというふうに書いておりますけれども、新富町という小さな町を舞台に、そのネットワークを作った。 まあ全国の方々とネットワークを作ったというのは、これも例がなかなかないことじゃないかなとは思います。で今、その会員企業様としてはですね、Eneos ホールディングスの方、鹿児島で大規模に落ち上げを営んでらっしゃる堀口聖茶さん、そして今日、もう一つのです、ね、ゲストとして登壇をしていただく予定のアグリストさん、農業のロボットベンチャーでございます。他にも農業の経営支援のサービスとしてアグミルというのを提供してらっしゃるリデンさん、 といった方々がですね今会員企業として名を連ねてくださっていますはい、これが先ほど申し上げたアグリストの皆さんですね自動収穫ロボットを開発しています後ほどこの詳しいお話もですねしていただこうというふうに思ってますのでぜひご期待いただければと思います 推進協会の活動としてはですね、この会員の皆様とですね、その他諸々の企業の方、農業者の方々とのマッチングを行っていくというのを主たる活動としております。毎年2回。 最近は思うオンラインがメインですけれども、このスマート農業のさまざまな分野で活躍をされている企業のリーダーの方々、研究機関の方、農業者の方が一堂に会するスマート農業サミットというものをです、ね、年に回開催をしておりまして、いよいよ来月。 今年2回目になるんですけども、12月の5日の日曜日、この農業 DX が作る未来ということでタイトルとしまして実施をする予定もございます。ぜひ皆さん、これオンラインで無料でチェックしていただけますので、ご覧いただければというふうに思います。 そんなふうにです、ね、宮崎県新富町では、この持続可能な農業の実現に向かっての取り組みというのが、やはりこの3、4年の間で非常にこう果敢にですね、チャレンジが進んでいるところなんですが、私たち、これは地域消費者雇用財団の一員としても、私がお伝えをしたいのは、まさに農業が持続可能であるということは、イコール、この地域全体もですね、持続可能であるということと結びつくのではないかなというふうに思っております。 地域の現場でいきますと、さまざまな地域活動ありますね。自治会であったり、消防団であったり、伝統芸能の担い手みたいなこともあるわけですけども、こういった街の隅々でずっと受け継がれてきたような文化、歴史、風土みたいなこと、これもですね、産業とはまた別の角度から見ても、実は担い手に農業の従事者の方がいらっしゃったりですとか。 農業にまつわる伝統文化、これ、全国的にも非常に多いと思います。こういったことも持続可能性ということを考えれば、ですね農業が元気であればこそ、こういったものもずっとこれから先もですね受け継いでいけるんじゃないかというふうなことを思っているんですね。ビジネス的な側面はもちろん大事なんですけれども、そういったカルチャーとしての農業のありようというのも、大事にこれからもですね受け継いでいきたい、サステナブルな地域の実現には不可欠な要素だというふうに感じております。 そういったことを私たち、固有財団、地域商社のこういう財団としてはですね、設立が4年前になるんですけれども、役場が設立をした地域商社として活動を始めて今に至ります。大事にしているのは、今お話しさせていただいた、持続可能な地域の実現に向けて、農業が元気になるにはどうしたらいいかということ、これを主軸として考えてきたということになります。その象徴というのが、実はふるさと納税の運営だったりします。 新宮崎県の新富町では、私たち小有財団がです、ね、設立する前、4億円だったこの規模の寄付額がです、ね、この4年間、直近の4年間では、50億円以上のです、ね、寄付を皆様からいただく、そしてこれは一重に優れた農産物を手掛けていただいている皆様がいらっしゃるからということになります。 私たちは地域商社として、この農産物の販路開拓をですね、このふるさと納税も活用しながらやらせていただいております。ブランド化、商品開発というところでいきますと、例えば野菜のセットだったり、一粒1000円で皆様に知られるきっかけにもなりました、ライチ、こういったものを私たちが手がけてもおります。こういうのもあるんです。 新富町産の芋だけを使った焼酎、新富というものを実は今年作らせていただきました。今、公式オンラインショップ、新富 -sake.jp というところで、こちら販売をしているんですけれども、あの書道家の武田総務さんがわざわざ町にお越しいただいてですね、この大事を手がけてくださったりみたいなことも、ストーリーとしてはありながら、この町で美味しい焼酎になる芋がですね、たくさん作られていた事実というのを、町の人はもちろん、 えろいろな方々に知っていただきたいそしてそれが持続可能であるようにえ一つの商品として成り立ってほしいということからえこの焼酎を作らせていただきましたま私たちはこういった商品開発などを通じて得られた利益というのを地元の人材の育成に投資をさせていただいています 中には地元の農家さんとお酒の扱っている酒屋さんが商品開発をいたしまして、新しい甘酒が生まれたり、みたいなこともこの人材育成の流れからは出てきております。ま農業の担い手というと、ですね生産者だけでもなくて、こういった周辺で一緒に商品開発をされる方だったりとか、流通を手掛けてくださる方、そういった方々が、 こういう人材育成の講座を通じてどんどん出てくるということも事実として大事なのかなというふうに感じております。ちょっと駆け足になりましたけれども、私たち宮崎県の新富町で活動しておりました、このスマート農業推進協会のお話でございます。今、過去形で言っちゃいましたね、活動しております。今現在もこの、 農業のです、ね、持続可能なありようというものを実現するためにさまざまな企業の方々と一緒に取り組んでいるわけでございます。会員企業、今募集をしております。こういった活動にですね、興味があるという方、まずはお問い合わせということでも構いません。ぜひ私たちのもとにですね、ご一報いただければというふうに思います。そして農業、非常に裾野の広い産業だと思っています。場合によっては今日の イファイームの西辻さんからのお話にもつながる、例えば人材の育成であったりとか、えー、体験みたいなこともですね、農業の現場では実際できるわけですけれども、こういったところにも興味があるよ、ビジネスとしてそういうことをやってみたいよという方、えー、ぜひお問い合わせをいただければというふうに思います。私の話は以上とさせていただきます。 はい、いありがとうございます、えー。スマート農業と、まあ、一口に言うとどうしてもテクノロジー寄りのお話というのがメインになりがちな、えーまあ、印象というのはあるかと思うんですが、えー、私たちとしてはこれは一つの手段テクノロジーも一つの手段だと思いますし、えー、より、えーまあ、人間らしくですね私たちがあるための農業の在り方 農業のビジネスの在り方というのを一緒に考えて実践をしていきたい、そういった願いも込めて、実はスマート農業という言葉を使わせていただいています。今日のゲストである西辻さんのお話とも、そういったところ、リンクしていくといいのかなというふうなことを思っておりますが、私のお話はそろそろおしまいにしてですね、西辻さんをお呼びをしたいと思います。それでは西辻さん、ご登場いただけますでしょうか。はい、皆さんこんばんは。 こんばんは、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。石井さん、ちなみに、えー、南九州、まあ、宮崎も含めて、えー、何かご縁というのは今まで終わりですか?。あの、結構実はありまして、僕今週も実は鹿児島に金曜日に行って。おなんと。そうなんですよ。土曜日は佐賀県ですね。ああ、じゃあ、もう九州うろうろしてらっしゃったってことですね。えー、宮崎は。ちなみに、ご縁は、うん。宮崎もね。 あのちょくちょく行く機会がありまして、なるほどただね、新富町はいつもあのスルーしちゃってる場所なんですよ。<laughs> 待っております。<で> <laughs> 僕がね、行くところ、大体呼ばれるところって、山の中の中山間地エリアばっかりなのあで、そっちに寄りすぎちゃうので、はい、あのうまくいってるところに呼ばれることってあんまりないんですよね。盛り上がってるところとかには呼ばれずに、ちょっと,もっと、はい い,いよっていうところにちょっと呼ばれるはい、はい、ぜひ、新富町にもまた行きたいと思いますから。あのまあ、なんか今日のの、ね、僕のお話だと、もちろんこうチャレンジがどんどん進んでいるということはもちろん事実でもあるんですが、まあ、一方で本当にいろんな課題はあの現実にありますので、まあ、西井さんの視点からそういったことをぜひ直接です、ねまあ、見て聞いて感じていただいて、まあ、アドバイスなどいただけると嬉しいなと思っておりますので、ぜひあの新富に一度お越しいただければと思いますもちろんでございます。 はい、ではここから、えー、西辻さんのセクションに入りまして、えーまあ、本当に多岐にわたる授業でもありますけれども。えー ぜひこうギュギュッと詰めていただいてお話をいただければと思いますので。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、そしたらあの僕の方から、まあ、3、40分お時間をいただきながらですね、お話し,したいなと思うんですがあの、皆さんに今日参加されている方、どんな属性の方いらっしゃるんですかってさっきお伺いをしたんですが、まあ、あの農業やっておられる方々の前にですね、一般の,あの生活者の方も多いですよという話をいただいたので、まあ、今日の話、きっと、あの うんうんと聞いてもらえるんじゃないかなと思うんですが、僕たちの会社、農業ベンチャーというふうに言われていますけれども、まあ、会社の中ではですね、社会づくりベンチャーじゃないかなと、こういうふうに思っていまして、能ある暮らしを生活の中に溶け込むような形で導入していくとですね、よい世の中になっていくんじゃないかなということで、農業ベンチャーでありながら、生活者の方々に近いところの 農業というところをどんどん開拓しているというような形になっておりますので、まあ、今までの例えばスマート農業でたくさん生産しましょうとか、こういったところとまた違う路線が見えてくるんじゃないかなと思うんですが、私、どっちが正しい、どっちが間違ってるなんていう話は全くないと思っていましてあの、これはお互い補完関係で大事なものになってくるんですよね。生活者の人たちが脳に理解を持ち、自然のことを愛するようになれば、 1> 1個 1, 円のライチを大大切に食べるはずなななんんでですすこれめちゃくちゃゃく事な話なんですよ,、ね、よくいいものを作れば買ってくれるんだって昔から言われますけれども僕はその買う人たちがきちんと理解をするということが大事だと思っているのでそういった面で保管関係にあるんじゃないかなというふうに考えていたりするんですね。まあ、今日はそんな話をしながら、えーまあ、マイファームの話をちょっと聞いてほしいなと。 いうふうに思っているわけなんですが、資料を使いながら行きたいと思いますので、画面の方を映しますね。でしでえー、とうちの会社なんですが、まずですね、大事にしていることがあります。それが何かというと、この持参事象ができる社会というのを大事にしているんですね。でこれはあの僕が24歳の時に起業した時に作った言葉でして、世の中の人がもっと農業のことを好きになってくれたりとか、 農業者の人がもっとこう誇りを持って農業してくれたらいいんじゃないかなとかですね、そんなことを思いながら作った言葉なんですね。辞、え、典、ー、には自分で作ったものを自分で食べるというふうに書かれてますけれども、えー、僕はあのそんなことは全く思っていなくてですね、えー、この言葉の奥にあるのは、自然から得られる気づきというものを大事にしましょうと、こういうようなイメージなんですね。 で、あの、この自産自消という言葉を図に、あの、絵に表すと、ここに書いてあるような絵なんですよね。えー、ある人は、え、野菜作りを、まあ、楽しんでおられて、ある人は、めちゃくちゃ農業を頑張っておられて、ある人は、家族で、え、農家さんのところに野菜を買いに行ったりだとか、行けない人は、え、農家さんから、 えー、食べ直さんやポケモンさんを使って、えー、野菜を購入したりだとかですね、えー、そういった脳に近い社会というのがいいんじゃないでしょうかというようなイメージなんです。でこれまでその農業というのはずっとその分断が行われてきたんですね。農家は農家です。食べる人は食べる人ですと。と こんな感じだったんですが、僕からしてみると、農家も生活者の一人の一部だし、えー、生活者の人も自然に触れることができれば、農業者じゃないかもしれないけれども、農に近い人なんではないでしょうかと、こんなふうに思ってまして、この境目というのがなくなっていくといいなというふうに思って活動をしているというような感じなんですね。で皆さんあの最近 よく聞くキーワードでコロナというのがありますが、コロナの影響を受けて、この農業界や生活者、大きな動きがあるんですね。例えば、生活者側の方の動き、皆さんに近いところの話でいくと、外出できるだけやめてくださいねということで、通販する人たちが増えたんですよね。通販をする人たちが増えたんで、食べ直やポケマルさんといった、産直 EC。 もしくはオイシックスさんや西京さんのようなネット通販が伸びたんですよね。えさらに外出できないから、えー、外食を食べる機会が少なくなったので、家で外食のようにごちそうを食べようよということで、えご飯を食べる時間が伸びたということですね。このご飯が食べる時間が伸びたということは、これはいいことですね。 家族の会話が増えたりするわけですし、食べるものに集中してたわけですから、そういう意味で、そういう食に対しての考え方というのがガラッと変わったっていうふうに言われてるんですね。今、コロナがまあ収まってきて、外食の機会も増えてきてますけども、なかなか元の世界には戻らないんですね。一度変わった地形がまたすぐに戻るって自然界上ありえない話なんですが、そういった形で戻らないというふうな そんな認識でいるといいんじゃないかというふうに思うんですよね。一方、農業者の方もですね、動きがあったわけなんですね。あんまり皆さん、あの農業者側のことを気づかれないかもしれませんが、コロナがあったときですね、実はこんなことあったんですよ。えー、海外から入ってくる、えー、例えば動物の餌とかね、あと海外から輸入する肥料の原料とか、こういうのめちゃくちゃ上がったんですよ。なかなかか 運んでくれないよということでそういう資材の価格って上がったんですよ上が,った上がったんだけれどもその上がった資材を使って作物を作ったのに外食に今まで売ってたんだけども外食買ってくれないよとだから潰れちゃうよとこんな人たちもいたわけなんですよねそういう意味で分かったこと何かというとその 日本国外から輸入に頼っている生産スタイルっていうのは結構危険だなというような認識を持つ人がいて自分で堆肥作りを始めたりする人なんかが増えたりだとかあとは1個のところに納品してるっていうのがすごく危険だなということでさまざまな販売ルートを確保するような人たちが増えてきたりしたんですよねそんなことなんかも大きな動きとしてあったりするわけなんですつまり世の中が常に動いていると いうことを感じながら常に変わっていく農家と生活者というのがまあ大事なわけなんですけれどもそこにいる当事者としては常に勉強しながら一歩一歩進んでいくとこんな感じが大事じゃないかなと思っていまして私たちが目指すこの持参自消ができる社会というのはこの4個の文章には集約されるわけなんですね自然と触れる楽しさや面白さを農業者の皆さんも 生活者の皆さんも感じましょうなんですね。農業者の人みんな感じてるよって言われるかもしれませんがそんなことないんです。そんなことなくて実際農業の世界に入ると自然の楽しさや面白さよりも自然の脅威ばっかり感じるんですよ。もう無知に無知打ってくんなみたいな <laughs> そんな感じになっちゃっていつの間にか面白さ楽しさを忘れちゃいそうになるんですがそれを忘れないでおきましょうというようなこと。 で生活者の人にとってみると、自然と触れるところってどこですかっていうと、ご飯を食べるとこですよというふうになるわけですけれども、ご飯を食べるときに忙しくて時間がないとかね、えー、と,とりあえず、まあ、出来合いのものを食べちゃいますよということになっていると、素材のことが意識できなくなり、その奥にある産地のことや農業者の人たち、もしかしてその向こうにある地球のことなんて考えずに食べちゃう。 こんなことが起こってくると、食の無関心が進んでくると、これもなんとかしないといけないということで、この1文目、あるんですね。2文目のところが自然と共に生き、それを仕事にする素晴らしさを感じましょうというメッセージなんですが、これは農業者向けっぽく見えますけれども、これも農業者も生活者も両方なんですね。農業者の方は仕事にする素晴らしさを感じましょうなんです。 それは普段から感じているところはあると思いますが、生活者の方に直してみると、農業者の素晴らしさなんてあんまり分からないんですよね、えー。農業者の人、まあ確かに頑張ってくれてるし、なんか収益少ない中でやってくれてるよね、みたいな、そんなふうに思われるかもしれませんけれども、私は生活者の人もきちんと農業者のことを見つめましょうと、こういうふうな考え方を持っています。 でなぜ持つことが大事なのかというと、これは、えー、僕が仲のいい会社で、えー、ポケマルという会社があるんですが、えー、そのポケマルの高橋さんという方がよくおっしゃられるんですけれどもね、あその 都会で暮らす生活者にとって地方の生産者は親戚のようなものであるとこういうふうにおっしゃられるんですがこの孤独社会を解決するためには地方の生産者と仲良くすることがいいですよねみたいなことをおっしゃるんですが僕も全くその通りだと思うんですよね都会に住んでいるとなぜか買える場所がなくなってくるんですよね なんか疲れた時に帰りたい場所だとかふと旅行に行きたい時に行く場所とかっていうのがなんかこう見えなくなってくるんですねそうすると、えー、どこまで行っても物質的な豊かさに満たされることが多く自然の豊かさに癒されることがあったとしてもそれは切な的なんですよね、えー、なのでまた違う場所行ってみようみたいな こんな感じになったりするわけですね。なので、えーこう、渡り鳥みたいにですね、観光地を変えるわけですよね。沖縄行って、その次北海道行って、東北行って、全国各地網羅したわ、やったよって言う人結構多いんですけども、僕は沖縄にもし行ったんであれば、沖縄の農家の人たちと触れ合うことで、またそこの場所に帰れるようになってくると変わってくると思うんですよね。そういう意味で、この仕事にする素晴らしさというのを生活者も感じましょうよと。 いうふうふに思ったりすするわけで,すとでその産物を丸ごと食べ、自然について会話をし、感謝することというふうにあるんですが、これは僕、農家さんに対しても同じようなイメージなんですね。えー、農業を、まあ、うちもやってますけれども、えー、やってるとですね、えー、売るものを一生懸命作るんですよ。売るものを一生懸命作るんで、自分の作った食べ物、なかなか自分で食べる機会なかったりするんですよ。 時々つまみ食いするぐらいな感じなんですけれども、やっぱり自分で作っているお野菜に関しても、自分のところで食べて、それについて会話をし、感謝するというのは、僕は大事な行為なんじゃないかなと、こういうふうに思っていまして、これは農家さんのメッセージでもありますし、生活者さん向けのメッセージでもあるんですね。で最後に言うのが、全員共通して言えることなんですが、人が作物を育てているんですが、 人も実は作物や自然に育てられていること、これめちゃくちゃ忘れがちになっちゃうんですけれども、これを感じられるようにするために僕たちは授業展開をしていますということで、実は今話をしたこの4個の文章がうちの授業になっているんですね。どんなふうに授業になっているかというと、こんな感じでございます。 うちの会社、事業の数がめちゃくちゃ多いんですね。それはなんでかというと、今お話をした社会を作りたいと思っていて、その社会を文章に直すと4個の文章になると。この4個の文章を達成するには、この12個の事業をやらないといけないと。<laughs> こんな感じになるわけなんですよね。そういう意味で多岐にわたっておりますよと。つずついきますが、上の方でですね、 体験農園マイファームというものと農業学校アグリノベーション大学校というのは先ほどの文章で言うとこの自然と触れる楽しさや面白さを感じましょうよというようなゾーンなんですよね。その次の自然とともに生きそれを仕事にする素晴らしさを感じられる事業としてはうちの会社では農業の経営分析だとか農地を見つけるための検索サイトだとか そういったものをやっていきましょうというような内容なんですね。さっきたまたまですね、あの、リデンという会社の名前が出てきましたが、こういう財団の会員になっておられますけども、あちらはソフトバンクテクノロジーさんとマイファームの合弁会社なんですね。そういう意味で、ここの右側のところはですね、そのリデンさんの事業なんかも入っているわけでございますよと。さらにですね、この文章の中でですね、 その産物を丸ごと食べ、自然について会話をし、感謝すると、これを感じられるように、通販でやっちゃばクラブというのをやっていますよと。で、えー、卸売ができるように、ネット上にラクーザという、えー、市場を置いてますよと。で、これを通して、えー、飲食店やスーパーさんに野菜とかを提供していきましょうよというような感じのものがあったり。 あとは自分たち自身、マイファーム自身も、えー、人も自然に育てられていることを感じるために生産事業を伸ばしていますよというような感じで、たくさんの事業をやっていると。こんな感じなんですね。で、こんな感じでたくさんの事業をやっているんですが、まあ、私たちの会社ですね、いつもやっていることがあります。これが何かというと、この私たちが考える持参事象ができる社会というのは、1年に1回、 会社のみんなで更新すするタイミングがありますなので、マイファームに入っていると、どういう未来を作りたいんだろうと、どういった未来を僕たちは想像することができるんだろうというようなことをやるんですが、ちょうど、えー、僕がですね、あのその考える会議があるんですけれども、考える会議の時に話した言葉で、今日皆さんに刺さるんじゃないかなと思ったので。 次のページにちょっとカスタマイズして載せてみました。それがこちらになってるんですね。私の最近の気づきとして、2050年からの逆算ができるようになってきましたよというのが私からのメッセージですよと。で、2050年、私70歳なんですが、2021年を見るように考えてみると、2021年から2050年の間はきっとこんな感じなんじゃないかなと思うんですね。 世界の人口はきっとやっぱり100億人にいってるよと。で、世界人口1位はインドなんだねと。中国は経済規模はきっと1位になってるか。まあ、アメリカが頑張るか。それは勝負だと思いますけれども、そんな感じで日本は5番から10番ぐらいかなとかね。気候変動は今よりも大変しんどくなっているんじゃないかなと。干ばつとか地震とか地球がめちゃくちゃなんじゃないかなと。 日本は人口1億人ぐらいなんですが、高齢化率がめちゃくちゃすごくて、地方、中核都市への人口集中があって、で、中産管地はもう荒れ放題と。こんな感じのところを妄想したりするわけなんですよね。そう考えるとですよ。そう考えると、日本の農業の未来を考えてみるとですよ。この世界の2050年の逆算をすると、今、 2021年に比べて、日本の人口は減るんですよ。さらに高齢化が進んで、胃袋が小さくなるんです。で、TPP もありましたが、また中国とかが入ってくると、海外からの輸入農作物が増えてくると、日本の農作物がどんどんと衰退していくんですね。そう考えると、日本の農業はどうなっていくんですかと。 考えると、今まで通り海外と勝負していきますという世界になってくると、めちゃくちゃしんどいんですよね。で、この農業というのは何のためにあるのかというのを少し考えてみるとですね、実は農業というのは1800年代の産業革命、イギリスであったやつですね。 イギリスの産業革命で蒸気が出てきて、初めて機械を農業の世界に導入し、同時にその時代にリービヒという人が生まれて、化学肥料が発明されて、で、農法が変わって、化学肥料を機械農法に変わってきたんですね。18世紀。で、19世紀に入って、1900年代に入ってきてですね、品種改良が進み、 日本でも緑の革命って言われるように、たくさんの、えーまあ、一つの品種からたくさんの量が取れるように変わってきましたよと。こういう形で、農業というのは、実は食料を賄うための産業だったわけなんですよね。今、2000年代に入って、さらに世界、日本もそうですけれども、農業が機械、 品種改良ときましたが、ここから先は電化って言われてます。電気です。電化が進むと言われてるんですね。で、この電化の中にスマート農業があるわけですけれども、この電化に流れる流れっていうのは、食料を満たしに行くという従来型の農業の前提で行くのであればですよ。日本の農業は非常に立場が弱いんですね。 なんで弱いのかというと、えー、面積がも,もちろん狭いとかね、えー、栽培環境が違うとかですね、いろんな理由があるんですよ。台風がすごいだとか、そんな理由もありますし、えー、法律の規制が厳しくて、たくさんいっぱい作るのが難しいわけですよね。住みにくい世の中なんですよね、とこんな感じになっちゃうわけですよね。じゃあ、その中で、 僕たちの日本の農業はどこに行けばいいのかというのでいくと、僕は胃袋を満たしに行くところから心と体を満たす産業へ転換しないといけないんじゃないかなと思ってるんですね。これ、心も体も満たす産業って何番だなよと言われるかもしれませんが、これ簡単ですよと。これ簡単ですよと。えー、つまりですね、えー、まあ、 心も満たすっていう意味でいくと、えー、感動を与えてくださいと。自分の作ったもので感動を与えてくださいと。これ分かりやすい話ですよね。体を満たすってどういうことですかこれ食べてもらったらめちゃくちゃ元気になるっていうエビデンスくださいよと。これめちゃくちゃ分かりやすい話なんですよね。でもそれ以外にも実はまだまだあるんですよ。それがマイファームが取り組んでいるような農業体験に来てもらいますよねと。だってうちあの農業体験やってますよと。 で、えー、アグリイノベーション大学校というところでは、田植えやるんですよ。田植え、田植え体験ってあるじゃないですか。田植え体験って、僕たち一回来ていただくと、じゃあ2000円くださいねとかって言ってやるわけですけれども、田植え体験して2000円お客さんが払ってもらうんですけれども、買えるときには手ぶらで買えるんですよ。あれ 日本のさっきの農業っていうのは、食料を作るのはずなので、2000円を払ったんであれば、2000円分のお米持って帰らないとおかしいんじゃないのって思われると思うんですが、田植え体験って2000円払ってもらって、田植えをして何も持って帰らずに帰って喜ぶんですよ。これ、田植えがもたらしている心と体を満たした成果が2000円なんじゃないでしょうか。 こういういに思ったりもすするわけなんですよねそういう意味で胃袋ばっかりを満たしに行くというところから脱却していかないといけないんじゃないかなと思うわけなんですよ。これ、西筋持論なんですが、例えばスマート農業が発展していくことで生産性が上がりますと。生産性上がるから、どんどんたくさん作って胃袋を満たしに行こうよって。 これも一つの戦略なんですが、それは海外から来る農作物と戦う話なんですよね。でも、経営者の人がしっかりしてて、生産性が上がったよ。その分、空いた時間で僕は顧客と会話をしようとかね。僕は顧客のためにそこで美味しいお料理教室をやろうとかね。そこの空いた時間で僕は加工品をこの羽物で作ろうとかね。 こういう考え方で空えた時間を有効活用できるかどうかってすごく大事な分岐点なんですよね。えー、また後で議論の中出てくるかもしれませんが、まあ、そういった例えば生産性が上がるようなものを取り入れたときに、その経営者がどういう動きをするのかというのがスマート農業の今後だと思うんですよ。例えばですよ。いやドローン入れたよ俺。 ドローンを入れたことによって田植えする期間が3日ぐらい早くなったよ。じゃあ3日みんなで温泉行こうって言ったら、<laughs> これ何の生産性も上がってませんよと。その空いた3日で顧客との対話とかをした方が、 これからの心も体も満たす産業へというふうに変わっていくわけなんですよね。そういう意味で農業教育や新規就農者にその考え方を最初からすり込んでおくというのは僕は大事だと思ってますから、そういう意味でもアクリーイノベーション大学校がそこにあるわけなんですよね。まあ、ちょっと道それましたから戻しますけれども、こんな感じですよと。 でマイファーム自体はですね、約200人ぐらいの会社で、今日聞いてくださっている方もいるみたいですけれども、和、ま、気、あ、あ,あいあいとやっておりますよというところですと。珍しいところでいくと、ですね、私たちの会社の人の中には、ですね、えー、農協の人もいらっしゃいますよと。でえー、農水省の人もいますよということで、えー、幅広く農業界に関わる人たちが、まあ、参画しているというのが特徴になっています。 なんか、西辻さん大丈夫ですかと。農協さん入ってていけるんですかみたいな話しますが、えっと、それは、 考え方にもちろんよりますけれども、僕は、えっと、農業者の人たちと対話をするときに、個々の農家の人たちと対話もするももちろんですけれども、それを取りまとめてる人たちと話をするというのも、めちゃくちゃ大事だと思ってますし、この社会を良くする構成員の一人なんですから、そういう意味で、悪いなんてないんじゃないかっていうふうに考えていますよというような形です。 でまあ、少しだけ私の自己紹介もしますが、えー、私自身はですね、非農家からスタートしておりますと。えー、福井県の三国町というところの生まれでございまして、ちっちゃい頃から家庭菜園がすごく好きでしたとで。なんで好きなんですかって聞かれると、母親が好きだったからですと。母親が好きで、えー、僕も野菜作り大好きですよと。で、この子どもの頃から実は知ってました。 何を知ってたかというと一番おいしい野菜の作り方です。一番おいしい野菜の作り方は目の前にずっと野菜の前に貼り付くことです。貼り付いていると野菜の葉っぱの動きとか土の締まり具合だとか虫が寄ってくるだとかそういうの全部わかるんですよね。なのでそこに応じて手で作業してあげればいい話なんですが残念ながら トイレも行かないといけない、ご飯も食べないといけない、子供、他の友達と遊ばないといけない、えー、そういったことがあるので、その目の前に入れない分の時間を、そこを補うために、肥料を入れ始めたり、農薬を入れ始めたり、機械に頼ったりと、こういうふうになるというふうに私、理解をしております。えー、なので、 えー、一番いい野菜を作る秘訣を教えてくださいって、今日生活者の方多いと思いますからお伺いあの、あれですと、ずっと目の前にいれば大丈夫ですよというのが僕のコメントなんですね。ただ、ずっと入れるわけじゃないので、頭使いましょうというのが人間の知恵。こんな感じなんですよね。 で僕自身は野菜作りが大好きで、ずっとこう大人になってきたわけなんですね。で、大人になってきて、高校生の時に農業をやりたいって志して、で、大学に行って農学部に進学して、えー、大豆や小麦や土地利用型作物って言われるものの研究栽培をずっとしてきて、で、農家になろうと思ったらですね、大変なことが起こったんですね。農家になろうと思ったら、 16、7年前なんですが、農家になろうっていうと、大人の人たちは僕を引き止めるんですよ。農業なんてやったらあかんっていう大人が多いんですよ。これ、残念ながら、農家の人も僕にそういうアドバイスをするんですね。君みたいなインテリは無理とかね。 えー、大学の先生には道を外すなって言われました。で、大学の友達には変人やなって言われる。まあ、ね、兄弟って基人変人、大好きな場所ですから <laughs> あの、いいんですけれども、あの変人だねって言われますよと。あれ僕やりたいと思ってることを、大人の世界の人たちは全然認めてくれない、受け入れてくれない、これはどうなってるんだと。 こういうふうに思ったので、僕の中で、この世の中おかしいとで。この世の中を変えるために、僕は壁を取り除く仕事をしなければいけないし、取り除いた後には、僕が高校生の時に思ってた農家になりたいと。こういうふうに思っておりますよと。僕、今でもあの言ってるんですが、えー、マイファームの仕事をですね、死ぬまでやるかって言ってやりませんと。 でどこに何するんですかというと、福井県で絶対農業をすると決めてまして、いつかすごい農家になってやろうというのが僕の野望でございますよと。で、実際ですね、マイファームという会社は2007年にスタートしたんですが、これ、よく言われるんですけれども、私、新規就農者ですからと。今なんかこう農業ベンチャーなんで、新規就農者っぽく見えませんけれども、僕、新規就農者なんですよ。 でえー、実際に農地を活用して、えー、農業を始めたわけなんですがすぐに体験農園に切り替えてで農業学校をして今やっぱり生産の方に入ってきてとこういう順番で仕事してたりするわけなんですね。でその中で、えー、最近あったのでいくと今年ですね、えー、とうとう学校法人までやり始めましたと。 一般の普通科の高校で、青州高校というのが札幌にあるんですが、その札幌もこのマイファームのグループの中に入ってですね、学校教育の中でも、こういった自然産業や自然に携わる機会が増えれば、きっと卒業した後にも、食を大事にしたりだとか、農業したいと思ってくれたりだとか、そういうふうに感じてくれるんじゃないかなというふうに思ってですね、 こういった事業展開なんかもしておりますよと。今日はですね、特にあの面白いところ、スマート農業に関わるところ話しようかなと思うんですが、さっき実は私ですね、スマート農業の在り方の中の一つとして、電化っていう言葉を使ったんですよ。これ2000年度は電化ですよという話をしましたが、このスマート農業をやるにあたっても、実は 電気を活用するというのが鍵だというふうに考えているんですねしかし。しかし、実際この電気というやつ、畑に持ってくるのめちゃくちゃ大変なんですよ。えー、ハウスとかであればね、えーで、電線引くの簡単にできますけれども、えー、大きな裸の畑、路地っていうんですけどね、この路地の畑のところに電気引くのどうすんのよという話や 中山間地の農地、工作放棄地多いですけれども、こういったところを活用しようって思ったときに、いやスマート農業を取り入れながらやろうというふうに考えたときに、電気ないじゃんになっちゃうんですよね。電気ないじゃんって言ったときに電線引こうぜ。電柱立てて電線引くってめちゃくちゃ値段高いんですよ。なので、僕はその電気のインフラになるソーラーシェアリングというものに目をつけています。 でこのソーラーシェアリングで、えー、発電した電気を売れという話ではなくてですね、この発電した電気を活用して電化を進めるのが、中山間地の農業にとってもいいんではないかと、こういうふうに思っていまして、えー、例えば1000平米の裸の畑があった時にはですね、200平米は 今までだったら小屋とかね、駐車場を作ってたのかもしれないですけれども、小屋とか駐車場のところの上を太陽光パネルにしてですね、それをそこに蓄電池を置いてコンセントを差し込めるようにしましょうよと、こういう話なんですよね。まあ、蓄電池コンセントじゃなくても、現代的な話でいくと、例えば日産のリーフとかをね、日産のリーフを畑の上に置いとけばいい話ですよね。そろん電化が進むわけですから。えきっと、 今、ねあの、この後にお話ししていただくアグリストさんなんかは、ハウスの、えー、ロボットのところがメインだと思いますけれども、その裸の畑のところの自動化みたいなところも一つ、えー、鍵になってくると思いますから、そういう意味で、この畑のインフラに新しく電気が入ってきて、それはソーラーシェアリングが行われればいいですよねという考え方を持っていたりもします。また 世界の動向も見てほしいなと思ってまして、今日は中国の県地法人の事例を持ってきておりますので、それを見ながらですね、あ、世界はこう動いてるのかというのを見てほしいなと思うんですが、こんな感じなんですね。うちの会社、中国にもありまして、それは上海、北京、チンタを、この3か所で大体動いておりますよと。 ね、どんなことしてるんですかというと、ですね1つはこんな感じですよと。上海の屋上を使いながら、そこを畑に変えてるんですね。畑に変えてて菓子農園やってますよと、収穫体験やってますよと、子ども向けの教育イベントやってますよと、こんな感じで展開してるんですね。日本よりも進んでるところがあるんですね。 何が進んでるかというと、日本の人ですよ。日本の人、僕たちの菓子農園に来たときに、畑を見学して言う言葉、この畑でどんだけの作物が取れるんですかって聞くんですよ。これ、中国の方に行って案内をするとここでどんな 価値を私たちは感じることができるんですかって聞いてくるんですよ僕ちょっと打ってくるところがあるんですけれどもその通りなんですよねあのこの菓子農園とか菓子菜園のポイントは何なのかというと価値の多くは収穫物ではないんですねそのプロセスであり そこで行われるイベントから得られる気づきとかっていうのが大事で、副産物、収穫物なんです。それが、副産物、収穫物じゃなくて、主産物が農作物で、副産物がそういった企画とかで得られるものって考えているとですね、なかなか野菜作りうまくいかないんですよね。えー、思ったよりちっちゃいとかね、大変だとかですね、そんな話になってすぐやめちゃったりするんです。 だから、うちの、えー、日本の菓子農園に関しても、できるだけ、そのどれだけ取れるんですかって聞かれないように、えー、価値を提供しましょうというようなことをやってたりするんですね。そう考えると、えー、今日、生活者の人も多くいらっしゃいますから、あれですが、住宅地の近くのところは、副産物、農作物。周辺の車で30分ぐらい出たようなところは、 主産物物農作物それより外側のところはプロの生産者の人たちとつながりましょうなんですよね。うん、このドーナツ状の同心円状ができてこればよりいい社会になってくるんじゃないかなとこういうふうに思ってたりするんですね。でそういう意味で2箇所目の場所ですがチンタオというところなんですね、えー。このチンタオというところは規格外ですよ。 1.5ヘクタールの貸し農園でございますからね、えー。あんまり馴染みのない方には分からないかもしれませんけれども、とんでもなく大きいんですね。日本の約10倍ぐらいの大きさですよと。で、えー、ここはですね、さっき言った、えー、住居がそもそも周辺地なので、えー、畑が近くにある生活ができますよと。主産物、農作物、副産物、得られる価値。 こんな価値ゾーンなんですが、ここ左上の方を見ていただくとですね、住宅地がいっぱいあるんです。この住宅地がいっぱいあるんですが、そこから徒歩でも行けるところに、えー、一人一人が自給できる大きさの畑があるんですねで。そこで僕たちのスタッフが農作物を一緒に栽培して、これを食べるイベントをしたりだとか、えー、そんなことをやってるんですね。えー、そういう形で、えー、これはおそらく日本にも今後広がってくるはずです。 例えば、まあ、私今、東京で暮らしてますが、千葉や神奈川や埼玉のようなところでは、畑付きの住宅団地なんて出てくるはずなんですよ。まあ、あえて造成する必要もないと思ってるんですが、そんなのが出てきたりするでしょうし、えー、そういったグランピング施設みたいなのなんかもどんどん増えてくるでしょうねというのは見て取れるところなんですね。こんな感じで、さまざまなイベントをやったりするわけなんですね。 で一方で、えー、中国の方はですね、えー、今日、アグリストさん、僕、話めっちゃ楽しみにしてるんですが、えー、中国の方は、えー、こういった、えー、スマートアグリ的なことは、えー、オランダ、イスラエルを参考にしながらですね、独自の開発進めてるんですね。で、この独自の開発進めてるのを、えー、横目で僕たち見てたらですね、ある大変なことに気づいたんですね。何が気づいたかというと、 設備はめちゃくちゃすごくて、経営者の言ってることは最新のこと言ってるんですが、このハウスの後ろで、裸足のおばちゃんたちがちっちゃなおむすびを食べてるんですよ。何が言いたいのかというと、これを使う人たちのトレーニング、もしくはその人たちの待遇改善、そういったところが全然進んでないので、 ハリボテになっちゃうんですよね、というふうに思っておりまして、えここに対して、その、えー、畑の、のハウスの後ろの方にいたおばちゃんたちに、いや、これはこんな風に使うんですよ、という説明をしたりだとか、これをこう作るとこうなって、こうお客さんのところに届くから、こうしてくださいね、みたいなことを僕たちがやるというようなことなんかもやらせていただいていて、やはりスマート農業は使う人の能力に、 大きく今後左右されるなというふうに思った次第でございますよと。まあ、こんな感じでこうやってるんですね。で話戻しますが、まだ僕時間大丈夫ですかねあと少しかなと思ってるんですが、今日皆さんにちょっと知ってもらいたいなというところでいくとですね、あの今大規模化が進んでますよとか、6次産業化って言ってあの自分で小麦作って、 パンを作ろうみたいな方もいらっしゃるんですが、自然サービス業っていう新しい業種忘れてませんかと。で、これは農業かける教育とか農業かける観光とか農業かける福祉とか農業かける健康、畑の上でヨガをするとかね、畑に来てもらってみんなで。 あのビリーズブートキャンプって昔あったんですけどね、そんなのやってもらうとかね、えー、そんなのとかも全然健康に資する内容だと思うんですが、えー、こういうのやってもらったらなというふうに思うわけでございますよと。えー、このマーケット4000億円あるというふうに言われてまして、まあまああるんじゃないですかねと、こんなふうに思ったりもする次第でございますと。で、えー、2030年を見据えると、えー、大きく6個の分類になるんじゃないかなというのが、2羊理論でございますよと。 1>, え1つは、この1、2番ゾーンはスマート農業ゾーンですよねと。で、2、3ゾーンもスマート農業ゾーンですよねと。で、この4番ゾーン。4番ゾーンは農業者の、えー、リテラシーアップ。えー、これ、めちゃくちゃ必要ですよねと。で、この今回の新富町とかすごいと思ってるんですが、農業行為そのものへの付加価値。で、地域の価値というのがそこに乗っかってるはずなんですよね。 で僕は地域づくりをするっていうことが、これまであんまりされてこなかったので、各農業地域の地域ブランドがないと思ってるんですね。で、それをやっぱり強く強化していくべきだというふうに思っていますし、えー、そこをすることであの、例えば芸術祭とかね、されてたと思いますが、ああいうのめちゃくちゃいいと思うんですよね。地域の価値を高めるというのは大事だと思っていますよと。 でそして僕たちの主戦場である5番、ライフスタイルとしての脳ですね。えー、生活者の人が脳に触れ合う機会を持ち、それを仕事にすることだって可能ですし、普段の生活の中に溶け込ませることも可能でしょうし。脳の日常化というんですけれども、えー、この脳の日常化が行われると、絶対世の中がこれ回ってくるはずなんですよ、というふうに考えていまして。 こういったことが2030年見えてくるなと思いながら私たち仕事をしているというような感じなんですね。えー、時間がね、そろそろ来てますので、一旦僕の方からの話はこんな感じにしたいと思います。ありがとうございました。石井さん、ありがとうございます。はい、いやー、ボリューミーなお話の中にっやっぱりいやいや、でも本当に。 あのさっきコメントも頂い,いてましたけどもすごく面白いと特にやっぱり2030年そしてその先2050年、うん、そこから逆算して今を見た時にどういう今の状況が分かるのかっていうその視点っていうのはあのすごくやっぱ興味深いなというふうに思いましたねありがとうございますありがとうございます、えー、本日は西辻さん、えー、マイファームの西辻さんをゲストにお迎えをして、えー、このトークセッションをライブ配信でお届けをしております 本日、もう一方、実はゲストとしてですね、こちらにご登壇をいただこうというふうに思ってるんですけれども、新富町、宮崎県の新富町で、自動収穫ロボットを開発をしているですね、ベンチャーのアグリスト、高橋義彦さんがいらっしゃいますので、お呼びしたいと思います。では、義彦さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 えー、それではですね、まあ、西辻さんのお話に、まあ、いろいろ出てきたこのテクノロジー系のお話も含めてですが、えー、まずはアグリストのことをまだまだ知らない方に向けて、えー、ぜひ、えー、約5分程度ですね、えー、お話を少しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いしますあ。ありがとうございます。そうしましたら、簡単に資料を共有させていただいてもいいでしょうか。はい、共有させてもらいます。 最初ですね。ちょっと動画から見てもらえればなぁと思います。あ、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。 でやっと2年を経てですね、この農場の中で最低限農家さんが求めるスピードで収穫ができるというところまで開発が今進んできています。農家さんと話をする中で。 やはり一番驚いたのは本当にミニマムな機能でいいと構想の段階では例えば通信して収穫量を見えるようにしようだとかそれは将来の構想としてもあるんですがまず最初はもう本当にミニマムにこの場で収穫をしてくれるというところを目指そうという本当に農家さんがこのロボットは役に立つなということをまずは実感していただくことが最優先かなという。農家さんが導入しした上でしっかりと まあ、費用対効果を得られるようなロボットにしていくためにやっぱり一番収穫率が重要というところでここをいかに上げられるか、まあ、次に耐久性安全性の観点で、まあ、どれだけ壊れずにどれだけ動き続けられるかっていうのも、まあ、かなり重要なポイントかなと考えてますので、まあ、そこに対してもしっかりと開発をし,していければと思ってます。我々はベンンチャーーとしししてててでですねこれまで誰もいいないピーマンそのの収穫ロボットの社会実装 これを達成していくと、私たちなら必ずそれができるという強い意志を持って我々はこの e s we c a n というコアバリューを持ってですね、日々チャレンジをし続けています。ということでですねちょっと動画が長かったかもしれないですけどあの自動修学ロボットで農業課題を解決するということで今アグリストという会社をやっています、ね、高橋と申します。 えっと設立は2019年のです、ね、10月24日ということで、今、20人ぐらいの体制でやっているんですが、えー、私たち特徴としては、ですね、あの農家さんの声から、あの農家さんの勉強会の中で収穫ロボットが必要だというところから、今回、我々の事業、そしてこの収穫ロボットが生まれているというのは非常に大きな特徴かんと思います。でまあ、この辺はちょっとすみません、あのちょっと時間もあれだと思うので飛ばしますと。えー 我々、これをですね農家さんにレンタルをするという事業で、ですね初期導入費150万円、プラスロボットが実際に収穫した売り上げの10%を手数料としていただくというサービスモデルで今やっています。で今、全国にこう展開していきながら、ですねたくさんの賞もいただきながら、出資も受けながら、NOS さんからも今回、再生可能エネルギー、あるいはカーボンニュートラルという観点からも、ですねこういう連携をさせていただきながら、 えー、イオン様からも、えー、こういうふうに応援をしていただいたりです、ね、ホ、まあ、ーブスにも取り上げていただいたり、J、えー、スタトアップにも選んでいただいたりということで、今、たくさんの方から応援いただきながらも進んでいるということで、えっと、ここの部分だけちょっとお話しさせていただくと,です、ねえっと、先ほどお話しされていたこととかなりあのここが共通しているなと思うのが、我々がこが目指していくのがですね、この人とロボットの共存共栄というところです。 でその先に、えー、この人材育成も含めですね、こう人間がよりクリエイティブに、えー、こう生きていく農業を実践していくというのを、えー、このロボットを軸としてですね、我々は実現したいということで、えー、自分たちもこうハースを建ててですね、それを実践するために、じゃあどうロボットを活用し、どう補助を管理し、どう作物を育てていけばいいかということもですね、農家さんと今一緒に研究開発をし始めているというところですね。 で、えー、まあその先にこう農業の革命を起こし、持続可能な未来を人類の持続可能な未来、そして持続可能な農業を実現しているというところで今事業を展開しております。はい、一旦私からは以上になります。はい、ありがとうございます。いや最新のね、あの映像を僕も改めて見て、えー、やっぱね一年前とかでは全然状況変わってきてるなということを改めて思いますね。 ではここから西辻さんにもぜひ加わっていただいてお話をしていただければと思います。改めて今、アグリストのこの授業、まあ、ちょっとダイジェストではありましたけれども、改めて見ていただいてですね、西辻さん、どんなことを感じられましたかめちゃくちゃすごいです。<laughs> めちゃくちゃすごいです。なんかど,のどのあたりがそうすごいというふうに感じられたんでしょういやあの、あの、僕、ちょっとは話、ちょっとだけ長くていいですかすみません。どうぞ 僕あの最近ねマルクスっていう昔の経済学者の本をずっと読んでるんですよ。でそうするとやっぱりその人間が頑張ってた、えー、ところに比べて機械が出てきたことによって人間が寝てる間も動けるようになったとこういうふうにあるんですよ。うんうん、さっきのやつあの、ね、ずっと稼働してあの夜も稼働できますよと。 あったと思うんですが、あそこだよなーっていうふうにやっぱ僕は思ったりするんですよね。うそういう意味で、その人間が労働できない時間を活用しているっていうのは、さらに凄みがあるなっていうふうに思いました。それは、寿子さ,さんからすると、まさにその農家さんの現場の声から生まれたっていう話はありましたけど。 ロボットの話をすると、ハウス全部をロボットがビャーっと自動で収穫してくれるみたいなイメージがまだまだある一方で、現場はそうじゃなかったっていうところが今につながってるんですよね。そうですね。あの今まさに市田さんがおっしゃった通りですね。ある農家さんが、もう本当に夜寝てる間に一列終わってるだけで全然違うと。ああ<ー>。やっぱそれがですね、まあ、僕たちの開発にも影響していますし、 あとは、あのー、えっ、ー、とですね、先ほどのお話の中で、えっ、ー、と、単純にこう、ロボットか、あるいはその機械か、まあ、AI か、それを、えー、人間をこう、仮に代替していたとしても、なんかその、その分、ただ人がこう、楽するだけだと生産性アップじゃないよねって話があったと思うんですけど、結局、えっ、ー、と、その、人で、まあ、人の、まあ、人ってやっぱめちゃくちゃ優秀でして、当たり前なんですけど、 収穫するパートさんってめちゃくちゃ早くめちゃくちゃちゃんと収穫するわけです。はいはいはい。だからその対人で単純にその労働力をロボットに代替するっていう考え方だとなかなかそもそも収穫ロボットを導入するっていう方向に走らないっていうのがあってですね。だから結局今まで存在しなかった部分にこの収穫ロボットが新たな価値を生み出すことで。 農家さんがそれでやっと導入できるっていうこの一歩を踏み出せるっていうそういう感覚ですかね。めっちゃ分かりますわ。<laughs> <laughs> 共感半端ないって感じですね。いや僕ね、いろんなところで言われるんですよ。なんかスマート農業が出てきたら農家の仕事を奪うんですかみたいなこと言われるんですけどもその、その考えをやめた方がいいと思ってて、そのめっちゃ優秀なおばちゃんよりも優秀なロボットを求めに行ってたら、これ100年ぐらいかかんでと。 そうじゃなくて、めっちゃ優秀なおばちゃんが寝てる間とかに保管してくれるっていう考え方だと、それ分かりやすいよねと、こういうふうに思ったりするので、あの今の話、すごく共感しますね。うん、<laughs> よく分かるな。これあの、僕、逆に聞いてみたいなと思うんですが、さっきピーマンの収穫の様子があったんですが、 こう結構慎重に取ってるなっていうイメージがあったんですけれども、なんか僕、すごいあ,のあれかもしれないけど、もっと雑に取ってもいいんじゃないかなと思うんですが、えっとですね、あの多分いろんな手法があるだろうなと思っていて、あのー、ある企業さんなんかはですね、あらかじめある程度ピーマンがどの辺にあるか っていうのを把握した上で収穫反動を制御するっていう手法を取られていたりするんですよ。で、それだと、おそらくある程度雑にいっても、早くですねこう取れるかなと思うんですけど、今、我々もその手法も今考えてはいるんですけど、現状だと見ながらアジャストして取るっていうタイプなので、今、これぐらいのちょっといわゆる慎重な少し動きになってるかなっていうのはあるかもしれないですね。うん、なるほど いやすごいあの勉強になりますね、なんかかん今のスペックって、だいたいどれぐらいのスピードで取るんでしたっけえとです、ねまあ、一応、理想環境という、我々のことが最大限動かすパフォーマンス、最大で言えば、今、1分間に2個っていう数字なんですけれども、やっぱり実際の補助に出てみると、ですねやっぱりその補助環境によって、当然そのスピードが出なかったりするわけですよね。 そこを今、えー、リアルな補助に持ってったときに、実際問題、まあ、どれぐらいまで上げられるかっていうのを今追求してるっていう段階です、ねうん、面,白面白い、面白い。ただですね、結局、まあ、先ほどおっしゃられた通り、その人と全く同じスペックを要求するっていうのは、やっぱりかなりですね、うん、<laughs> あの、ハードルが高いことで、うん で今まさに我々も農家さんにお伝えしているのは、まあ、本当に人をサポートするロボットなんですよ。うん、で今そ、えー、らく多くの農家さんが本当は自分はこういうふうに補助を管理してその結果としてこれぐらい収量を上げられるはずだという自分の仮説を立証できてないと思ってるんですよね。うん、つまり補助管理に、えー、自分の十分な時間を避けていない。 だからこそ、この収穫ロボットがある程度均一に収穫をし続けることで、より補助管理しやすくなるし、その収穫ではなくて、その補助管理の方に農家さんがより時間を割くことができれば、もっと収穫量は農家さん自身が上げられるはずだと思っていま <laughs> うんうす。それを実現するロボットをまずは目指したいと思っています。うううんんん なるほどこのあたりはたぶん西辻さんが、あのー、アグリイノベーション大学校でお話しされてるその経営力っていうところともちょっとつながるのかなというふうに今思ってるんですけど、うん、西辻さんいかかがですかおっしゃる通りですね。これでもね、あのー、悲しい歴史がやっぱりあってあの農業参入される方って、うんまあ、例えば農業外から来るときって当たり前のように人件費を計算するんですよ。うん、生か,しから農業者の方って 人件費を考えずに言うんですよ、うんうん、例えばねあのピーマン100円ですって言った時にあの昔の農家さんはそこから肥料代とかを抜いて私利益80円、うん、でもこれ外から入ってきた人は100円のピーマンに対して20円の原価と、まあ、30円の私の,あの人件費だからこれ利益50円って言うんですよね。 この時点でもうちょっと変わっちゃってるわけなんですよ。そう考えるとその従来型の農業をされてきた方に自分の労働力をその何時間かかっていくらなのかっていう計算を緻密に分析することが文化としてなかったんですよね。だから今の,その計算をするっていう考え方でいくと新規参入された方とか 農業法人として入られてる方は理解しやすいと思うんですが、うん、なるほどですね。なんかアグリイノベーション大学校であの、うん、お話しされてた内容のところで、うん、あの技術について触れられてるところがあったと思うんですよね。うんうん 日本の,その農業の現場での実は技術力ってすごい下がってるんですよっておっしゃってたのがちょっと僕は印象的だったんですけど、たやそのベンチャーでですね先ほどのアグリストが本当に素晴らしい映像を見せてくれたと思うんですけど、ああいったことがベンチャーサイドでは進んでいる中で、なぜその今、農業の現場では技術力っていうのは下がってるっていうことなんでしょう、はい、あのまず前提として、技術っていうのは時代に応じてアップデートするはずなんですよ。 うん、アップデートするはずなんですが良くも悪くも日本には教科書的に同じやり方をずーっと続けてきた経緯があるんですね。うん、なのでアップデートしようっていうマインドがなかったりだとかアップデートさせるための中間組織がなかったりだとか。うんなるほど こういったことで、今も相変わらず昭和の中,中期ぐらいの農業手法をずっと続けてるんですよね。うん、特に例えばお米なんか分かりやすいと思うんですよ。相変わらずずっと同じやり方ですよと。うん、この時代に応じたアップデートを行っていないっていうところで技術力が下がってきてるっていうふうに考えますし。 あと、その教科書に載ってなかったおじいちゃんの秘訣みたいなのがあったわけですけども、なんかそのおじいちゃんの秘訣っていうのが、文書化されなく伝承されなかったせいで、くなってんですよねとうん失われている現実もあるわけですね。あります、あります。だから、なんかた例えばね、た種をまくときに、種をまくときに、今だったら手袋でじゃあまきますよねと、例えばね。 で,でこれ、えー、教科書を見ると手袋でまいてくださいみたいなの書いてあるわけなんですけれどもこれ素手でまくと手についているて手の菌ですよ手のここにいる調剤菌が種のところについて、うん、その種が発芽しやすくなるとかってあるんですよ。なるほど、うん。そんなこと伝承されないじゃないですか。知知るる人と知るみたいな感じです 僕が京都の農家さんのおじいちゃんになんでその技術ちゃんと娘さんに伝えないんですかって聞いたら俺のの秘伝の技だからって言うんですよ、うん、<laughs> 文字通り秘伝になってしまったわけですよ、ね、<laughs> そのままそのおじいちゃんで終わっちゃうわけですよだから技術もアップデートされないし秘伝も伝わらない。うん、うん そんな感じを僕言ってますねアンプリストのようにね、あのまあ、これは極端な例ではあると思いますけど、ま,あ、まさにそのワイヤーを張ったハウスにですよロボットが走り始めたことによって、あの今あの、私は新富町ではこの自動収穫機をです、ねあのまあ、主役にしたスマート農業の実証プロジェクトを採択をいただいて、今その取り組みも進んでるんですけども、例えばカメラが収めた画像のデータであったりとか、 AI がこれは認識をしていくわけですので、さまざまなデータ、これまた環境の制御の面とデータが連動すれば、さらにいろんなことができていくんだと思うんですけど、さっき西鈴さんがおっしゃったような、まあ、それは、えー、ある種俗人的だった今までのノウハウだったり、データみたいなものが蓄積をしていくというのも一つの可能性としてはありますよね。そうですね。だからもっと昔からヤ,、うん、ヤフー知恵袋のようなロみたいので、み <laughs>、うん <laughs> まあそのあたりの。 ですよねはいわれわれも今なので、もともとやっぱり農家さんの声から始まったのでその持続可能であるっていうことで、まあ、これイコール収益性が高いっていうことだと思ってるんですよね、しっかり稼ぎたい人が稼げるっていうことを実現すると、でもう一つが今、おっしゃられた、えー、とその次の世代へつないでいく、あるいはその新しく始める人へ渡すっていうところでいうと、やっぱその再現可能性だと思ってるんですよ。 で、これを、私も秋田の横手っていう、すごい本当に周り、田んぼしかないところで暮らした田舎の人間なので分かるんですけど、まあ、20年かもっと前から、先ほど言われたような、受け継ぐっていう行為が絶対必要だって言われてるけど、受け継がれてきてないと思うんですね。で、えっ、ー、と、今やっと、その、いろんな IoT のセンサーができたことによって、少しずつセンシングができ始めてると思うんですよ。うんうん で今できてないことっていうのが視覚的な情報の数値化と農家さんがその状況に応じたアクションとの関連付けだと思ってるんです。それを僕たちならこの少なくともこの火砕類っていうこのビニールハウスで育っているものにおいて えー、ハウスをロボットが収穫するために循環する中で収穫だけでなくてこのカメラがついているので収穫をしながら画像データを取っていけるとこれを、えー、画像データから例えば花の数、実の数などの情報を全部数値化してですねうん、うん、それを農家さんにお知らせすることで農家さんはその変数を見ながらあここではこういうことが起こっているだろうとか。うんうん っていうのを確認し、アクションをする。で、このアクションを記録してもらうことで、うん、このデータと農家さんのアクションを少しずつ少しずつ学習していくことで、そのいわゆる生育,生育調査をこの収穫ロボットがしつつ、うんうん、ちゃんと将来にわたっては、こういう状況だからこうした方がいいですよっていう提案をするような AI が生まれるんじゃないかなっていうのは今、そう,うしたです。あいや、めちゃくちゃいいと思いますね。よくわかります。やっぱりその、 おっしゃれたように、データの蓄積っていうのが結構されなかったせいで、さっきの伝承が飛び出たりだとか、うん、次へのアップデートがでなくなってきてる。その部分でいくと、目を活用しながら、そこの目から得られるデータを読み込みで AI に、まあ、覚えさせることで、次へのあれを出すと。うめちゃくちゃよくわかりますね。すね目が一番いいと思います。 うん、で今、やっぱりいろんな多分企業であったり自治体、あるいは研究機関がそれに取り組み始めてはいるわけですよね、その生育調査アプリがあったりとか、例えばその固定定点によってカメラでそれを観測しようとしたりとか、結局、それを人がわざわざアプリで撮らなきゃいけない、もしくは固定でカメラを設置しなきゃいけないとなると、その人的なコストであったり、その物理的なコストが多分膨大に。 かかってしまう中で、うん、僕たちの場合だと、うん、この,1この1個かロボットに搭載されたものが、補助全体を、うん、しかも収穫っていう、このすでに存在価値がある機体が、ついでにデータを取っていくっていうのが結構ポイントかなぁとはちょっと思ってます。確かに確かに。うん 石井さんあの海外の先ほど情報をちょっと少し教えていただいたじゃないですか、中国のお話がありましたけれども、例えばあの、まあ、オランダとかはよくよく言われる話、聞いておいたりもしますけれども、中国の現場で、まあ、一方でその、えー、いわゆる農業者の方の,この待遇改善みたいなことは課題としてあるっていうふうな、先ほどお話はあった一方で、テクノロジーに関しては、おそらく日本よりも速いスピードで農業現場にも入ってるんだと思うんですよね。 辻、はい、さんが考えてらっしゃる、なんかそのあたりの将来性みたいなものとか、まあ、ベンチャーとしてのアグリストはあの日本だけにとどまらず、世界の農業課題を解決するっていうところを視野に持ってる企業なので、はいまあ、そこの,その可能性みたいなものって、今現時点ではどんなふうに捉えられてらっしゃいますこれ、面白いのがですね、えー、と中国の方って、まあ、人口もいっぱいいますから、あのまあ、まだまだお腹いっぱいの方をやればいいっていうところもありますんで、うん、ロジスタ 土地利用型の農業においても、スマート農業化が発展しているんですよ。なるほど、うん。日本国内を見ると、ハウスでもちろん栽培するっていうところに特化しているわけですけれども、うん、向こうの方に行くと、その例えばさっきの電柱つく立てるとかね、あの電線引くとか。うん えこっちどんだけ高数か関連というのは日本にあるわけですけれども中国だったらや,やれって言ったらすぐ引かれるわけなんですよね。ういう意味で規制が少なくて土地利用型やってるっていうところは大きなリードを持ってると思いますね。なるほど。アグリストのようなベンチャーが何らか、まあ、そういう足場を中国にも、うん、まあビジネスチャンスとして作っていける余地はあるんでしょうか あるそれでいくとそのハウスに関しても例えばさっき見せたトマト北京のトマトハウスって、えー、8ヘクタールのトマトハウスなんですよ。8ヘクタールヘクタールのともう意味の分かんない連投がずっと続いてるわけなんですけれどもそこでさっきお話ししたように全くその素晴らしさを分かっ環境制御室があるにもかかわらず おばあちゃんんが手でで一生懸命下の方で積んでるんですよなるほど。<laughs> このアンバランスさっていうのをその解消できる余地っていうのは例えば僕たちはその農業者の人の教育に入ってますけれども例えばアグリストとしてじゃあ夜間を保管する機能として私たちはいるんですよとおばあちゃん寝る間にねというような話とかももちろん可能ですしその。 中国ってどん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 投資しながら設備投資していくわけですけれども、そこの最初のスペックのところから一緒に導入することができれば、れ面白いことがまたできると思います。なるほど。そうですね。面白いい中国マスカじゃん。ちょっとオチがあるんで言うとですね、<laughs> あの、はい、これって外に出るんでしたっけね。 あの一応アーカイブはされまる、あのはい、今ですね、中国の不動産会社、潰れそうだって言われてるところがあるんですけども、ここの不動産の上でやってたりするんで、<laughs> おお、なるほど、<laughs> チャイナリスクです、ここ。なるほど、<laughs> あのこの辺で、この話は、はい、一回閉じておくります。 えー、今日はですね、えー、マイファームの西辻さん、そして、えー、ロボットベンチャー、農業の、ね、ロボットベンチャーの、えー、アグリストの高橋義彦さんをゲストとして、えー、お迎えをして、今日ここまでお届けをしております。残りあと5、6分ぐらいというところなんですけど、まあ、今日、西辻さんのお話を、まあ、ずっとお聞きしていて、改めて思うのは、今日のアグリストの、ねえー、ロボットのそもそもこれ、何のためのロボットなのかというところともつな、まあ、がるポイントとして、やっぱり、 ほんのちょっとだけでもやっていただくだけでも農家さんがまず時間ができて、でその時間を次の、まあ、生産効率っていうことだけじゃなくて、やっぱり生き方とか、 にやっぱつながるですね。より良いものを求めていくためのあ時間的コスト的にもそう、まあ、思考的にもそうだんだと思うんですけど、そういった余裕余白というのを作っていくため、これがおそらくスマート農業のありようなのかなというふうなことを感じてます。西井さん改めてあの今日は農のな農業の農ですね。それの日常化ということをあの聞きをしましたけれども、今まさにまあ、このコロナ禍の状況もまあ、今後またどうなるかも誰もわからないわけですけれども。 確実にその暮らしの真ん中、えー、営みの真ん中にやっぱり来てるんじゃないかとい、やっぱりそういう手応えが、えー、西田さん、終わりだというふうに思っていらっしゃいますが、このあと、農業の現場というのはどんなふうになっていくのか、改めてお言葉いただいてもいいですか。うん、あのこれからのその農業の現場は さっきの繰り返しになっちゃうんですけども、胃袋を満たすんだっていうだけではなくて、心も体も満たすんだっていうような考え方で、時間を有効活用し、顧客との接点を増やすというのが、これからの農業者の未来であり、それが生活者にとっては、農業が近い姿があり、自然から気づかされるものが多く存在していて、それが普段の生活に生かされると。こんな感じだと。思 ありがとうございます。なんかそれってイコール、一言で言うとですよ。僕がなんか解釈する言葉って人間らしさみたいなものになんか置き換えられるのかなっていうふうに思っているんですが、えロボットベンチャーど真ん中の吉彦さんは今のお話、どんなふうに受け止められますかそうですね。なんかそのやっぱり農業ってこう、今後いろんなありようがあると思っていて、やっぱりこう、 本当に自動化自動化を突き進んでいく、なんか植物工場化っていう未来ももちろんあるでしょうし、まあ一方で、やっぱこの地域の中で、えー、と文化として、あるいはその人の在り方であったり、生き方の一部として、やっぱあり続けるっていうのもあると思っていて、自分たちはやっぱり両方の可能性を追求したいなと思ってます。で、その上で、えー、必要な部分は当然ロボットであったり、AI というテクノロジーがカバーしていくし、 やっぱり人がより豊かに生き、より豊かに働くっていう部分で、このテクノロジーが生きる部分は、そういう部分をサポートしていくというところで、まさに共存共栄かなと。で、絶対にその自動化っていうところまで一気に一っとびとやっぱりいかないので、やっぱその変遷の中で、人がどう、あるいはその地域が持続可能な形で、 まあ我々もうちょっとビジョンに入れてますけど、そのウェルビームの形でそれが発生できるか、そういうふうな流れにこう、えー、いけるかっていうところで、我々この収穫ロボットを核としてですね、このテクノロジーを、えー、そのために役立てていきたいなぁと思ってますね。うん ありがとうございます。西井さんがアグリイノベーション大学校で本当の意味で伝えていこうとされてらっしゃるところって、もしかしたら今のお話にもつながる部分なんでしょうかね。おっしゃる通りですね。ウェルビーイングだと思いますよ。う,ん,うん。ありがとうございます。なんか、あのいい。 言葉で締めくくっってていいいいたいたたただよううなビングに最後たどり着いたっていうのがでもそうです、ね、スマート農業ってやっぱりあの冒頭の話も出てましたけども、あのなんかやっぱテクノロジー的な、えー、まあ人の肌があんまり感じられないようなあの従来型のイメージではまだまだある中でもうそこをなんだろう突き抜けた先って最終的には人間らしさに着地するようなことなんだよっていうのがもうそろそろ共通理解として広まってもいいんじゃないかなということは思って。 僕もすすごく感じているところではありますあの何度も大学校の話をして恐縮なんですけどもここに通われてる方々ってやっぱり相応の変化というか変容っていうのを起こししてらっしゃる方々なんですか、うん、あもうそれは間違いなくてですねあの例えば入学する時って脳に興味がありますみたいな。 年過ごししたた後、私はこれをしたいっていう人がやっぱぱそこは大きくて<っ>しかも、ね、授業料も60万ぐらい払ってもらう形になりますし毎週毎週脳に触れ合う時間がこうあればそれはやりたいことは見つかってきますよねっていうのがやっぱりあのかっこよく言うとあの何て言ったらいいのかなあの <laughs> かっこよくないな、えーと、グロービスみたいな感じですよね、<laughs> グローブ<ー>経営やりたいなって思ってるサラリーマンの方が行かれて、卒業した後に何か行動に移したりだとか、ネットワーキングされていくじゃないですか、あの姿あ、うん、まさにそこに自分の軸を見出して、えー、まあ自らこう立っていくっていう、そのなんでしょう、まあ、プロセスというか。 入り口がたまたま脳であったということであって、人間らしくあるにはどうしたらいいだろうかということの実現の手段におそらく脳というものが立ったみたいなことなんでしょうかね、そこで言うとちなみにさっき学校法人をうちで買ってやり始めました,しましたが、はい、それ今は高校なんですけれども、僕は近いうちにアグリノベーション大学校はアグリノベーション大学にしたいと思ってますし。なるほど 通信を引いいてて世界展開したいと思ってますなるほど。<ー>世界中の方が脳を通じて、えー、自らの生きる道、今、意味合いみたいなものを、まあ、学んで作って、うんえー、動いていく。あの西通さんがずっとおっしゃってますよね。世界中の人が、まあ、農業をやれる状況に、うん、ご自身もこれから農業をやるんだっておっしゃっている通り、うん、そこの未来を作りたいと。うん、ありがとうございます。<私>そうなっった先の世界はきっと ウェルビングなんじゃないかなと、うんはい、改めて今日は感じさせていただきました。えー、今日はスマート農業推進協会の主催でライブ配信でここまでトークセッションをお届けしてまいりました。えー、本日のゲストはマイファームの西筋さん、そしてアグリストの高橋義彦さん、お二方、本当に今日は貴重な時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございますありがとうございます。 今日の配信は、地域商社固有財団のフェイスブックのアカウントにアーカイブをされます。この後クローズになりますけれども、その後ですね、しばらくしてから、いくらでも再生して見ていただけることになりますので、ぜひ見逃した方、途中から見られた方、チェックしていただけるとありがたいなと思います。 こちらのスマート農業会議はですね、月に一度お届けをしております。来月12月の14日に、またこちらでゲストの方をお迎えしてお届けをすることになっております。また、スマート農業推進協会としては、12月の5日土曜日、ごめんなさい、日曜日ですね、13時から17時までの、ちょっと長丁場ですけども、スマート農業サミットということで、ライブ配信でさまざまな農業会議のですね、ビジネスリーダーの方々を 一同に集まっていただいて、トークセッションをお届けします。え、そこにもですね。え、こう興味関心のおありの方はぜひお集まりいただければと思います。それでは、お待たせいたしました。お二方とも今日は本当にありがとうございました。ライブ配信を終了させていただきます。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。お二方、そのままお待ちください。はい